専門家会議、専門家会議、専門家会議、マチェルズ、イーク・ブリーガンあるいは指導者選出専門家会議は、イランの最高指導者を選出するモジュタヒド88名から構えされる合議体であり、また同時に最高指導者の活動を観察する。議員の任期は8年で、普通直接選挙によって選出される。一部では、このような宗教会によって構成される。 組織の必要性に疑問を呈する向きもある。イラン・イスラーム共和国憲法によれば、専門家会には最高指導者の監督、罷免、選出を担当する。最高指導者は、イスラーム的学識、構成、経験、政治的社会的見識、分別、勇気、行政能力、十分な指導力などの資格を満たすものを選出しなければならない。また最高指導者が、 憲法に定められた義務の遂行ができないとき、あるいは憲法に明記される資格の欠如が明らかになった場合は罷免される。これら最高指導者に関わる決定権限を持つのが専門家会議である。最高指導者の死去、辞任、罷免にあたっては、専門家会議は可能な限り短時間で審査以降、指導者を任じなければならない。専門家会議は6ヶ月ごとに招集され、 全最高指導者の退任、死去にあたっての新指導者を選出する。専門家会議では指導者としての資格を満たす、会議内のすべてのイスラーム法学者について、評価、検討を行う。その結果、イスラーム法規定、イスラーム法をめぐる、諸事項、政治的社会的問題、一般的な人気、あるいは指導者としてのその他の点などで結出したものが、議員にあれば、 このものを最高指導者として選出し、複数の候補があれば、議員中から一人を選出して指導者と宣言する。憲法には、専門家会議議員たるの要件は特に定められておらず、その議員候補者要件については、専門家会議自身の決定に預けられている。専門家会議は、同会議議員すべてが、フィクフ、イスラーム法学の専門家でなければならないとする法を、 可決した。これは最高指導者の活動がイスラーム法及び憲法に従い違反するところがない更新さ、確認するために必要な要件として定められた。同法は改革派の批判を招き、2006年の専門家会議選挙では、非イスラーム法学者も議員たり売るべきか否か、さらには立候補資格審査権限を監督者。 評議会に与えるべく改正するか否かが争点となった。現状、すべての専門家会議議員候補者は、ビジュティハード資格について、書面及び口頭での審査を通じて監督者、評議会に承認されなければならない。現在の専門家会議議員の平均年齢は60歳以上で、任期中の退任、死亡などによる補欠選挙も多い。 また専門家会議及びその議事録は非公開である。専門家会議はイラン・イスラーム共和国憲法に基づいて1983年に設置された。第一期専門家会議はアーヤトラ・アリー・ホセイン・モンタゼリーを最高指導者ルフォーラー・ホメーニーの校舎として選出し、1989年ホメーニーがモンタゼリーを批判すると専門家会議は 後継者としての選出を撤回した。1989年6月3日、ホメーニーが死去すると専門家会議は、アリー・ハーメネイ第2代の最高指導者として選出した。これは円滑な権力継承を示すためでもあった。専門家会議議員は8年ごとに選出される。したがって1983年、1991年、1999年に、 始まる3期があり、次期専門家会議は2007年からの第4期となる。第4期は選挙集中計画により、例外的に10年間の任期となる予定で、これは専門家会議と議会選挙を同時に行うことで、選挙費用の圧縮を目指すためである。第5期専門家会議選挙は、第10期国会議員選挙と同日の2016年2月26日に、 投票が行われた。88議席に対して、候補者は159人であった。テヘラン選挙区、定数16区では、専門家会議議長のと保守派、原理派のモハンマド・タギー・メスバーフイコール・ヤズディーが、落選。これに対して、恩健派のアリー・アクバル・ハー・シェミー・ラ・フンジャーニーは、同選挙区トップ、現職大統領のハサンド・ハーニーは、同3位で当選を果たしている。 第5期専門家会議議長には保守派のアフマド・ジャンナティが選出された。2007年からの第4期専門家会議の選挙は2006年12月15日に施行された。本選挙で注目されるのは恩恵派の元大統領アリー・アクバル・ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーが現大統領マフムード・アフマディ・ネジャードと関係の深い 強硬派候補を破って86人中、トップ当選を果たしたことである。ラフサンジャーニーは2005年の大統領選決戦、投票でアフマディーネ・ネジャドに敗れたが、この専門家会議では強硬派のアーヤト・トラー、モハンマド・タギー・メスバーフ・ヤズディーの2倍、近い票を得た。最終的には、ラフサンジャーニーに近い立場の者が65人以上、選出されている。投票率はで、 以前の選挙と比べ著しく高くなっている。同選挙の得票は一部が明らかになっている。テヘラン選挙区での上位16名は以下の通りとされる。第3期専門家会議は、アーヤトラー、アリーメシュキーニー、アリーアクバルハーシェミーラフサンジャーニーが代理及び、アーヤトラーエブラーヒームアミーニーが議長を務め、初期はゴルバーンアリードリーイコール、 ナジャファーバーディとアフマドハータミーであった。各州からの議員は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。